いどうも、関西クラクラクラブのコミーです。さて本日はですね、こちらタウンホール12のね、クラン対戦リーグアタック、見ていきたいというふうに思うんですけども、本日のお題はネクボのコウモリですねというアタックを、紹介したいというふうに思います。最近ですね、うちのミッチーさんという方がかなりね、この戦術でバシバシと綺麗な全開取ってらっしゃるんで、これをね、ちょっと皆さんにご紹介したいというのが本日の趣旨です。で、動画は、リプレイ3本の構成になってます。1本目はまずはどんな戦術か見てもらいたいということで、紹介。2本目は失敗パターンですね。で、3本目今度はちょっと配置をね、全然違う配置から同じくミッチーさんが前回撮っているものを最後に参考として見てもらって、終わりという3本立てになりますので、最後までね、お付き合いいただければというふうに思います。さて、ではですね、早速見てもらった方が早いと思いますので行ってみましょう。ジャイアントも出してから、後ろから、アイスゴーレムを出していきますね。そして、その後ろからネクロマンサーをドバドバドバッとこう、出していきます。で、ウォールバスターをもうすぐに出してますね。先行させていって壁の中にどんどんネクロマンサーをこれ誘導していくような、プランニングになってますね。見てもらって分かる通り、もう序盤でほぼ全てのユニットを出し切ってますね。で、今ペッカと、ボーラー後からこう出てきましたけども、これはネクロである程度、サイドカットが済んだところを見計らって出してますね。これもうまいですね。中にしっかりペッカとボーラーが入っていかない と、ネクロマンサーのね、いる外周に全部流れてしまったら中央の火力が弱くなりすぎちゃうんでね。で、そんな形の時間差をつけて導入した、ペッカとボーラもしっかり中に入り、ここなんですね。見てほしいのはここで、綺麗にですね、この、攻め方、中央の部隊と上の部隊と下の部隊3つに分かれて、それがそれぞれこう前進していってますよね。で、こうすることによって施設の横打ち、横打ちって例えばこの施設がこう打ってくるっていう、こういうような、ね、状態を下げてます。これが非常にうまいですね。で、そうやってあとはマルチ IT だったり、ウィストを砕けるだけ砕いて、で残ったところに関してはコウモリをこう回していくという格好になってますね。で、今コウモリに対して、呪文フリーズ4発持ってきてますんで、しっかりと、ね、こう固めまくってそのまま全開という格好です。どうでしょうね、これ残ったスケルトンとあとネクロマンサーの数がまあすごいですよね。アーチャークイーンとグランドウォーでも生き残りながら、コウモリは当然ねしっかり生き残っている上に、このネクロのこの数ですよね。ここにいるネクロとここにいるネクロ、ほぼほぼ出したネクロの7割ぐらいが生き残っている計算じゃないですかね。素晴らしいね、圧倒的な全開になったと思うんですけども、これもね、どんな村にでも刺さるってわけでは当然なくって、ちょっと2本目はミッチーさんが失敗したねアタックっていうのを、ご覧いただきたいというふうに思います。こちらですね、見ていきましょう。非常に村の形はさっきと似てますが、これですね、もう早速始まっちゃってますね。話をどこからしていこうか迷っちゃうんですけども、同じようにネクロをずっとこう流していくような戦術になってます。ただやられちゃうんですよね、ここで。なんでやられちゃうか、これね、よくちょっと皆さんご覧いただきたいというふうに思います。しっかりジャイでタギを取ってから、ネクロを後ろから出す。で、さらにアイスゴーレム、ペッカ、ボーラを加えていって、で中央の火力をしっかり確保するというところですね。ちょっとこれボーラーが下に逸れてしまった感がありますね。ただ中心部にはネクロとあと、ヒーローたちがしっかりと入っていってるので、大丈夫かなという気はしてましたが、ちょっとね、ここから先です。ここから先なんですね、問題は。ネクロ結構中央にたくさん入っていってますよね。で、スケルトンも生成しながら前進していっているんですけども、ここ、テスラの海と森かな、テスラの森か、あとウィズと、あと、マルチ IT、おまけに、この配置なんですね。わかりますかね。ネクロ本体に注目してほしいんですけども、次々とやられてってますね。今唯一残っているのがここにいるネクロたちだけなんですけども、こいつらもあっという間に、ボムタワーに、スケルトンを回帰されて、そのままインフェルノの攻撃で全滅するということになってますね。何が
まずかったか、というまあ僕なりの考察なんですけども、一つはテスラ森とか、あとは、ウィズ島だったり、インフェノタワー、こういうのが集中しているところではやっぱりスケルトンが持たないってことですね。どん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 壊していかないと間に合わないんですけど、壊すよりも先にやられちゃうっていうことで、もう一個はここです。このね部分の区画、ちょっと間違えました、ごめんなさい。ここですね。ジャンプを打ってまっすぐ進めていったときにこう分散しちゃうんですよね。4方向に、5方向か、1,2,3,4,5 っていうこの矢印の方向に全部分断しちゃうんですよ。でこうなっていってしまうと、もうさすがにあの防衛施設からどん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 格好撃破されていっちゃって、でもネクロが本体が持たなくなっちゃいますね。まあ、あのボーラーが中にもしかして入っていたらワンチャンあったのかもしれないですけども、まあそれにしてもここまでネクロが分断されてしまうと、さすがにどの部隊もね、生き残れずに最後は全滅してしまうっていう、こういう結果になります。今回のこの相手の配置ね、マルチ IT もここにこう3本あった上にウィストなんかも結構こうあったりして、ネクロにとってはかなり苦しい区画でこうばらけちゃうとちょっともう無理がありますね。こういう配置に対しては、もしこの攻め方をするんであればヒールを持っていくだとか、レイジをね持っていくとかして、ちょっとフリーズの枚数を減らす等の、まあ、工夫がいるかもしれませんね。まあ、別の戦術を使った方がいいっていうのはもちろんね、こんなような状況の時にはあると思うんですけども、まあ、あえてやるんだったらそんなような工夫がいるかなという感じです。まあ、ただですね、この戦術本当に奥が深いというか強くって、ドバ出しにほぼ近いじゃないですか。なんですけども、例えば、まあ、こんなような配置ですよね。おっと、ごめんなさい、間違えました、これじゃないですねすいません、第5戦目を見てもらおうと思ったら4戦目いっちゃいました。ちなみに話変わりますけど、皆さんクラン対戦リーグ30人でやってますかね。僕ら30人でやってるんですけども、まあ、いかんせんね、このように、まあ、見てもらっての通りなんですけども、負けが続いてます。相手がタウンホール12がほぼ30人揃ってるのに対して、こっちはまあ20人ぐらいしかいなくって、残り10人はねタウンホール11なんで相当苦労しているんですが、まあなるべくならね、みんなでこう戦っていくような体勢は崩したくないと思うので、まあ、最後まで頑張ろうと思うんですけどね。さすがにマスターリーグから上に上がれてませんなかなか苦戦してますね。はい、でちょっと小話挟んでしまいましたが、これです。こんなような配置ですね。インフェルノはここ2本マルチがあると、で、ここにビストがこうあってっていう感じですね。これに対してコウモリ回していくっていうのがなかなかすごいですけどね。だいぶギガテスラ周りにはウィズ島やあとはマルチ IT がないので、結構苦労するかなと思ったらこれを取っていっちゃうんですよね。まあ、攻め方はさっきと同じです。最初ジャイアントを出してから、ネクロを出してアイスゴーレムも投入しつつ、一気に、ボーラーたちを中心部に流し込んでいくと。で最近、まあ、ラバハウンドがね援軍っていうケースもあるんです、多いと思うんですけども、ネクロ本体がラバのパピをね倒してくれますんで、結構これもでかいですよね。ポイズンは使ってません、この戦術の場合ね。で、一気に中心部にユニットが流れ込んでいったところで、これですね、コウモリのタイミングがねやっぱ重要です。この戦術やっていく場合には何かっていうと、ユニットが生き残っている間にこうやっていくんですね。まあ、当然なんですけども、今ネクロ本体がこうウィットのターゲットを取ったりしてくれてましたよね。こういうタイミングを逃さずにしっかりコウモリを流し込んでいかないと、中心に入ったネクロたちがみんな、ウィストや、ね、マルチ IT でやられちゃいますので、そうならないようにネクロたちが生き残っている間にこうコウモリを回していく。やっぱこのタイミングが非常にうまいですね。でテスラモリも、ね、意外とコウモリにとっては天敵なんですよね。なんでしっかりとこれフリーズで固めていってます。まあ、こういうところの判断もいいですね。ウィストに当たるまで、フリーズを温存してしまうと、テスラモリでコウモリが全部やられちゃうとかね、いうことにもなりかねないので、まあ、そこら辺は、コウモリをね宇宙としかねない、施設があった場合には、まあ、先々にこうねどんどんフリーズを打っていって、まあ、変に温存しないっていうことですね。でさて、さっきの話ですね、コウモリはネクロがやられる前に出しましょうよと、
まあ、いうふうに言いましたけども、まあ、その回もあってギリギリねネクロがここ一体だけこう生き残っております。でこいつが最後ちょっと早めますけどもアーチャークイーンたちと合流して最後のねこの、クロスボウと大砲の区画これを、破壊していきます。スケルトンがやっぱいい感じに仕事してますね。盾になってくれてる間にこうアーチャークイーンが後ろから、施設を破壊していくという感じのねいいこの相乗効果がやっぱり最後まで続いていってそのまま最後のクロスボウを追って全開という格好です。さあどうでしたかね。あの今日はクイ、場所だネクボウコウモリの、動画をお届けしました。あの失敗するパターンっていうのもね、見てもらえたと思いますのでぜひぜひねこのあたりは参考にしてもらいながら、やれる配信なのかやれない配信なのかよくね見極めつつ使ってもらえれば結構序盤がこうドバ出しでいけちゃうんでね、ちょっとプレイヤースキルに少しまだ不安がありますよっていうような方はあの配信の段階で刺さる村を選んであとはもうパターンに持ち込んじゃうっていうね、やり方っていうのがまずは自分の自信にもつながるしね、とても、まあ、クラン対戦が楽しくなると思うのでそういう方法でぜひね、攻め方だったり村選びっていうのをこう考えてみてもらって、まあ、その中にこのネクボウコウモリもね入ってくると、とてもね私としては嬉しいと思いますのでご参考いただければ幸いです。はい、というところで本日は失礼しますがよろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼します。バイバイ。